じゃあ10時間勉強したうちの何時間分が今の自分の学力のアップにつながってますかっていうところなんよね。この勉強法実践したら今までやった内容っていうのがもう抜けにくくなったりとか、もう一切成績が下がることってなかったんよね。もう上がる一方。あなたは絶対合格できる。どうも、岩しおりです。今回は時間を最大限有効活用するコツということでお伝えしていきます。ミスターステップアップの夏のスクーリングコース、何が何でも第一志望に合格したいっていうあなた、自然とやる気になれる環境がここにあるよ。一緒にこの夏限界突破しよう。待ってるで。普段受験生を見させてもらってて、頑張って毎日勉強時間10時間ぐらい勉強してたとしても、結構ね、その勉強時間を無駄にしてしまってるなと思うことが多くて、日々ね、勉強法を受験生に教えてるんですけれども、どういう風にすればせっかくねかけた勉強時間が無駄にならないようにね、勉強していけるかっていうのがすっごく大事なので、今回はそのコツについてお伝えしていきたいと思います。私もこの時間を有効活用するコツを、私が今講師をしているミスターステップアップっていう塾で教えてもらって、時間がすごい効率よく使えるようになっていって、まあ1日平均13時間ぐらい勉強してたんですけど、もうその時間をこう個人的にはもうほぼ無駄にすることなく勉強できたなと思ってます。だからそのコツをみんなに今回伝えていけたらいいなと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。まずみんながどういう風に勉強時間無駄にしちゃってるかっていうのを伝えていけたらいいなと思うんやけど、結構これ無自覚な子も多いと思う。例えばちょっと遡って5月にやってた子、問題があるとするよね、まあ、覚えてた英単語があったりするよね。この覚えるのに、例えばこれをするのに3時間ぐらいかかったとするじゃん。例えばじゃあこの3時間をかけたのって、今これ7月になってるけれども、まあ別に今この動画見るのが8月とか9月でも同じことで、時間経った時にじゃあここにかけた3時間っていうのがちゃんと活かせてるかどうかっていうのは、ここでできるようになった問題、覚えた知識がそのままこの時期にも同じ完成度を保ってるのかどうかで決まると思うよね。結構多いのが5月にこれを完成させたけど、7月になったらあんまり反復とか維持とかができてなくて、もう全部すっかり忘れてましたってなったら、ここでかけた3時間って全部無駄になっちゃうやん。だからこれですごいもったいないことやと思ってて、例えば毎日10時間勉強してますとか、毎日10時間以上コンスタントにやってますって言ったとしても、そのかけた10時間のうちの何時間かが 2,3 ヶ月後にはもう無駄になってしまってるっていう風になってしまったら、そうするとね、実質勉強時間って言って、じゃあ10時間勉強したうちの何時間分が今の自分の学力のアップにつながってますかっていうところだよね。これが本当に下手すると、その時に勉強した時間の反復とか維持ができてない場合、本当に3割とか5割に減ってしまってる可能性ってあるんやんか。だからその時間をこう有効活用するっていうのは、今ある時間をいかに使うか、こう隙間時間を勉強しようとかね、その1時間あたりにも練習できる問題数を増やそうとか、そういうのもあるけれども、今までに使ってきた時間を生かすっていうこともやっていかないといけないよね。それがすごく大事。いや、そんなんむっちゃ管理大変やんって、複雑やんって、思うかもしれないねんけど、どういうふうに克服していくかっていうことを私たちは普段その塾で教えてます。でそれはもともとね、南紀クロージンっていう全国模試で全教科で1位を取ったことのあるすごい先生がいて、その先生が作った塾で私は今講師をやってるんですけど、その先生が作った勉強法がこの実質勉強時間っていうのをいかに価値が高い状態を保つか、しかもこの10時間の勉強時間の価値、1日10時間かけたこの価値っていうのをいかに11時間とか12時間とか価値を上げていくかっていうことをすごい突き詰められた勉強法なんよね。だから私がその浪人生の時にこの勉強法実践してたんやけど、この勉強法実践したら今までやった内容っていうのがもう抜けにくくなったりとか、もう一切成績が下がることってなかったんよね。もう上がる一方。1年間最初はこうじわじわ上がってきて、直前期にボンって上がって、最終的には1年間で数学は偏差値20、英語だったら偏差値15は少なくとも上がったんやけど、それは今までにやってきた勉強、そして今やってる今目の前にある時間も有効活用していくっていうのを同時並行でやっぱしていけたからこそ、1年間の時間を最大限に使えたからっていうのはあるんよね。じゃあどうしたら実質勉強時間を増やしていくことができるのか、勉強の効率を最大限に上げることができるのかっていうのをお話ししていくね。
じゃあその実質勉強時間を最大限に高めていくコツ、今から合言葉3つ教えるね。これです。反復、音読、仕分けで、勉強をするときはもう常にこの3つを合言葉にして勉強していこう。私も受験生のときは常に勉強するときにこの3つを意識してやってました。反復っていうのはその1冊の参考書をね、完璧にしていこうと思ったら必ずやっぱ必要なのがその反復っていう作業で、例えばこれが過去に医学部に受かってきた受験生たちのテキストなんだけども、とにかくもうボロッボロなんよね。これは防衛医科大学の医学部に合格した永井くんっていう子の使ってた英単語帳なんやけど、もう表紙も全部取れちゃってて、もうビニールで補強して使ってたぐらい、もう何回も反復すぎてボロボロになってるのね。で、一冊もう完璧にもうどの英単語もスラスラと答えられるようになって、ここから出てくる英単語はもう分からない単語はないっていう状態になったんですよね。これは近畿大学の医学部に受かった翔也くんっていう子のテキストなんだけど、これもね、背拍子が見えなくなるぐらい、物理のエッセンスの下の文字がもう消えちゃうぐらいも全部ボロボロになってて、物理は超得意で、もう試験本番もその共通テストの本番も9割得点することができてました。これは京都大学の文学部に合格したゆかちゃんっていう子の鉄壁で、これもね、もう何回も反復した跡があって、めくった跡もねすごいついてるんやけど、何週も何週も反復して間を空けずに復習することで、1回覚えた単語を忘れきらないうちに反復してちゃんと定着させていくってことをやってたのね。こういう風に参考書を何回も前から何周もして反復していくっていうことがすごい大事で、この子たちは1冊につき少なくとも20回とか30回は反復してました。この単語帳の永井くんに至っては数学のテキストは50回を下らなかったっていう風に言ってたけど、本当に1冊の参考書を完成させようと思ったらそれぐらいの回数やんないとなかなか隅々まで完璧にならないっていうのがあるから、大学での勉強法では効率のいい勉強法をねおすすめしてます。反復って言うけどどういう風にやったらいいのって、普通にやって50回とか無理やんって思うと思うねんけど、コツがあって、それがこの音読と仕分けなんよね。で、反復っていうのは進んだら必ずこう最初に戻って反復して、昨日までにやった範囲をやってから次の範囲進むっていう風にやっていくねんけど、そうするとめちゃめちゃ増えていくやん、そんな1-1で反復できないじゃんってなっていくんやけど、それを可能にしてくれるのがこの音読と仕分けなんよね。音読って手書きの20倍ぐらいの速度でできるやんか。だから音読をすると普通の反復の20倍ぐらいの速度でできる。だからまずある程度知識が定着するまでは音読で覚えていくっていうふうにするのね。である程度音読で言えるようになってきたなってなったら最後に手書きをする。だから手書きをするのは最低1回、1回では書けなかったものは2回とか3回書いたらいいけど、手書きしすぎると時間かかってしまって1冊の参考書につき20回とか30回できないから、もう基本音読、こういうふうにブツブツ出してやっていく。でね、現役生とかその予備校に通っている子たちやったら音読できるスペースないんやけどなって思う子もいるかもしれないけど、あの口パクでもいいし、最悪もう頭の中で音を鳴らすというかっていう形でも全然できなくはないから、極力声を出して自分でアウトプットした方がいいけど、そういう環境がじゃない人はあの全然口パクとか音なしでもやってもらっていいからね。ぜひこの音読っていう勉強法を取り入れててほしいです。あとこの仕分けっていうのは問題ごとに20〇〇三角×って分けていくことなんやけど、例えば単語であればその覚えてる度合いによってパーフェクトとか言えたけどちょっと不安みたいな、で三角は言えなかったけどもうすぐ覚えられそうやなとか、言えなかったけど喉元まで出かかってたみたいなものは三角、できなかった、分かんなかったっていうのを×つけます。あとは数学であれば解法が理解できないとか疑問が残ってるとかね、そういうのは×をつけてもらったらよくて、でこれの何がいいかっていうと、問題ごとにその自分の分かってる程度覚えてる程度が分かるから、できるものはもうやらないっていう風にやるんですよね。でこの丸とか三角のもうすぐ完成するっていう瀬戸際にあるものはもう集中的に時間をかけて反復する。で×に関しては後回しにして、ここがある程度仕上がってから×に取り組むっていう風にすると一番効率よく参考書の仕上がりが進んでいくので、仕分けしてこのもうちょっとでいけるっていうものを音読でスピーディーに反復で、それを一回覚えたら忘れないうちに反復するとっていう風にしていくと一番スピーディーにやっていけるというのがあります。目安としてはね、こうやって増えてくるじゃん、どんどんやっていかないといけない範囲が増えてくるともう1日じゃ回んないみたいな風になってくるんやけど、あの1日じゃこれ回らんなってなったらもう大体
もう3日サイクルでいいです。3日で1周、1つの参考書は3日で最初から最後まで復習できるペースにすると、1回覚えたことは3日ぐらいだったら忘れにくいので、忘れる場合もあるけど、まあ、その時はまた覚えてもらって反復をしていけばいずれは定着していくから、3日で1周するっていう風なペースでやっていったら参考書は着実に仕上がっていくし、さっき言ったみたいなその時間の損失、10時間勉強したのに3時間分ぐらいの価値になっちゃったみたいなことは起こんないから、その日にかけた10時間の価値を2ヶ月後も3ヶ月後も10時間に保つっていうことをぜひチャレンジしてほしいなと思うよね。勉強時間ってね、すごい目に見えるものやけど、目に見えないところでその価値がどんどん下がっていってる可能性っていうのはいつも意識しておいてほしくて、そこに対してやっぱ意識がある受験生と意識がない受験生では同じ時間勉強しててもクオリティが運転の差になってしまうから、特に難関大受けたいっていう人は時間の価値をいかに高めていくかっていうのを追求していってほしいよね。だからミスターステップアップではゴールから発想する合格手帳っていうのを出させてもらっていて、でその手帳に日々勉強の記録をつけていてもらったら勉強の時間の使い方が管理できるようになってるから、ぜひまだ合格手帳みたいなのつけたことないなっていう人はミスターステップアップの学研さんから出させてもらっているゴールから発想する合格手帳をぜひですね取り入れて使ってみてください。ということで今回は勉強時間を最大限有効活用する方法ということでお伝えしていきました。本当にこの3点セットを意識して1年間勉強することができたら、もう時間を使うのがすっごい上手になって、受験の時だけじゃなくて本当に大学生になっても社会人になっても必要な力がすごい身につくなと思っているので、ぜひこの3点セットを大事にして勉強を進めていってみてください。この具体的にもっとね知りたいなとか、そのこの教材やったらどういう風に反復していったらいいのかなっていうのをもっと詳しく聞きたいなとか、生身でこうリアルに聞きたいなっていう場合はミスターステップアップの夏のスクーリングコースがすっごくおすすめなので、ぜひ概要欄に載ってる夏のスクーリングコースの詳細の URL をクリックしてみてください。夏休みは毎年すごい盛り上がってるんですけど、やっぱり現役生で遠方なので長期休みじゃないと来れないっていうのがやっぱりあったりするから、特に遠方に住む現役生には夏のスクーリングすごくおすすめです。で、浪人生の場合も全然夏休み期間に来てもらっても構わないし、その新学期が始まった9月とか10月とかも全然来てもらえるので、いつでもですねご利用いただけたらなと思います。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ということで、あなたは絶対合格できる。みんなで合格。居場所よりでした。バイバーイ。